皆さんこんにちは、一栄の西です。本日はですね、私が、着用してます BDU ジャケット、こちらのオリーブと、こちらのベージュですねを、ご紹介したいと思います。まずは、オリーブのこちらからですね。いわゆる、まあ、形としては BDU ジャケット、スクエア型の、ポケットが4つ、ついてる、もので、バッグはもうシンプルに、まあ、1枚の生地で、仕立てられてまして、まあ、エルボーパッチといいますか、ここだけ、二重になって、まあ、丈夫な作りとなっております。こちらのポケットですけれども、こういう風にフラップ付きのボタンですね。で全部同じような、形になっております。まあ貴重品なんか、まあ、入れていただいても、まあ、落とす心配もないのでですね、まあ、非常に便利かと思います。こちらの色味に関しても、まあ、作りは比較的、同じですね。まあ非常にシンプルな、作りで、本当に僕もよく着てるアイテムにはなるんですけれども、すごい合わせやすくて、使い勝手も、めちゃめちゃいいです。まあ、2着あるんですけど、見比べてみてどこが違うかっていうとですね、生地感がちょっと違ってですね、分かりますかね。こちらのベージュの方がリップストップ生地になってまして、こちらのオリーブの方はツフィール生地ですね、となってます。まあ、どちらも比較的薄手の生地で、まあ、できてますので、まあ今の時期、まあ、僕みたいにこう普通に T シャツの上から引っ掛けるだけで、まあいい感じのジャケットになっておりますね。こちらはどちらもデッドストック、まあ、いわゆる未使用品の状態で、見つかったアイテムになります。とこちらがですね、一応大きさが、こちら見てわかるんですけれども、スモールレギュラーという大きさになっております。と、こちらの方が、わかりますかね、ミディアムレギュラーと、なっております。こちらですね、2007年の、ものとなっております。ここですね、81年の、ものとなっております。いかがでしたでしょうか。こちらもですね、オンラインショップの方にも、アップしておりますので、よかったら、覗いてみてください。はい。では本日もありがとうございました。